男と生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の男。グラップラーとは地上最強の男を目指す格闘士のことである。皆さん、グラップラーチャンネルへようこそ。このチャンネルは数々の格闘士を紹介していくチャンネルです。今回はキングオブ極真の異名を持つ伝説の空手家中村誠についてご紹介したいと思います。中村誠、国際空手道連盟極真会館中村道場の総帥、段位は11段。ここからは尊敬の意を込めて中村総帥と呼ばせていただきますのでご了承ください。身長183センチ、体重120キロという恵まれた体格を生かし、世界大会2連覇の偉業を唯一達成したことからキングオブ極真の異名を持ちます。これがどのくらいすごいことかピンとこない方が多いと思いますが、極真空手の世界大会は4年に一度開かれていて、空手オリンピックと呼ばれています。その世界大会は現在で13回行われているのですが、そこで2連覇しているのはこの中村誠総帥ただ一人なんです。あれだけ怪物みたいな強さの人たちがいる世界大会で2回優勝するっていうのは本当に凄まじい偉業だと思います。生い立ち、宮崎県西臼杵郡日之影町に生まれ、中学生の時に父親が倒れ、住み込みで働くことを条件に高校を進学していたため、放課後は住み込み先の仕事をすることがほとんどでした。高校時代には放課後1貫 100kg のプロパンガスの配達を夜中の11時まで毎日行っていて、スクワットをやっているようなものだったと本人は語っていたそうですが、これが基礎体力の増強につながったことは確かで、後の空手の強さにつながったのだと言われています。高校卒業後上京して食品工場に就職、多い時は1日8時間の残業をこなしていたといい、その後劇画空手バカ1代で大山マスター総裁の存在を知り興味を抱き、大山総裁に会いたい一心で空手を続けていたそうです。大山総裁と初めて会った際には、まあ頑張りなさい、でも君は続かないよと言われたらしく、実力を認めてもらうまでに時間がかかったそうです。そこから茶帯になり、山崎照友師範が大山総裁に、あの中村っていうのはいいですよと言ったことで、大山総裁がよく話しかけてくれるようになったことから、会社も辞めて本部に入って空手一本の生活になりました。選手権大会出場と1度目の全世界選手権制覇。1977年4月に中村総帥は日本代表極真会館チーム VS ハワイ代表チームの対抗戦に参戦しました。日本代表には他に東隆師範が参戦しており、人気イケメン俳優真剣佑さんのお父さんでもある千葉真一さんが空手の真剣勝負をすることでも話題となりました。中村総帥はこの試合で対戦相手をパンチで2メートルほど飛ばしたらしいのですが、大山総裁はこの戦いぶりに大いに機嫌を良くして、帰国後周囲に、中村がパンチで相手を5メートル吹っ飛ばしたと語っていたと言われています。同年秋に開催された第9回オープントーナメント全日本空手道選手権大会に初出場し3位入賞を果たしました。翌年の第10回全日本選手権大会でも3位入賞をしたのですが、大山総裁は中村総帥に期待していた分3位に不満があり、何かが足りないと思い、中村総帥を当時最高師範だった
アメリカ在住の大山茂師範のもとへ武者修行に出しました。大山茂師範のもとでは市内で叩かれながら指導を受け、この頃に月から蹴り、蹴りから月へのコンビネーションを身につけたと言われています。1979年、帰国後5月に開催された第11回全日本選手権において決勝で三平慶治師範を破り、念願の初優勝を果たしました。同年8月26日に昼の1時から本部道場で100人組手に挑戦。結果は35人で断念という残念な結果になりました。しかしこの100人組手は梶原一騎プロデュースの映画四角いジャングルの撮影でセッティングされたもので、直前に大山総裁から挑戦しなさいとの命があって挑んだ100人組手であったと言われています。しっかりと準備期間があって、季節も冬とかだったらもしかしたら100人組手完遂したかもしれないですね。その年の秋に全世界選手権が開催され、中村総帥は予定通りエントリーし、3回戦のハンス・ドルフ・ラングレンに苦戦した以外は順調に勝ち進んだそうです。ちなみにこのドルフ・ラングレンさんは、知っている人は知っているロッキー4に出ていたドラゴ役のあの俳優さんなんです。しかもこの時なんと茶帯で、あの中村誠総帥と3回も延長戦を戦っているので、本当に映画通りのめちゃくちゃ強い怪物だと僕は思います。話はそれましたが、決勝で三平慶治師範を破り世界王者となりました。この頃から極真の重戦車の名を不動のものとしました。ちなみに極真のホニャララっていう異名が付けられている人は大体めちゃくちゃ強いです。ここからは僕が選ぶ中村誠総帥のベストバウトトップ3を紹介したいと思います。第3位、マイケル・トンプソン戦。このマイケル・トンプソン選手はイギリスの黒豹というニックネームを持ち、アンディ・フグ、サム・グレコらと共に極真空手を代表する選手として K-1 黎明期に活躍したトップ選手です。第4回世界大会では4位に輝いているので、実績、実力ともにとてもすごい選手です。1984年、第3回世界大会の4回戦での試合になります。この試合は両者互角の展開で試合が進みましたが、延長2回で一旦は中村誠総帥の優勢勝ちと判定が下りました。しかし最高審判長である大山総裁が、明確な決着がつくまで試合を続行するということをアナウンスしました。結局合計5回の延長戦にまでもつれ込み、技ありを奪って新勝したという戦いです。いやー、やっぱりこの大山総裁存命中の決着がつくまでやらせるっていうのは本当に素晴らしいと思います。しかしあの中村誠総帥をここまで追い詰めるマイケル・トンプソン選手、ただものじゃないですね。ちなみにこの試合でマイケル・トンプソン選手の知名度がぐっと上がったと言われています。第2位、アデミール・ダコスタ戦。このアデミール・ダコスタ選手もめちゃくちゃ強い選手です。ブラジル出身の空手家で南米の星、変則回し蹴りの使い手という異名を持っていた選手です。強くなるために稽古の他に普段の生活の中でも13キロの鉛を持ち歩いて生活をして鍛錬していたらしいです。アンディ、トンプソン、ミッシェル、アデミール、この4人がね、僕らの時代から外国選手としてのその4強ですよ。その中で抜きんでったのは誰かって僕が言われたら迷いなくアデミールです。アデミールはナンバーワンですよ。1982年の第14回全日本選手権で4回戦アデミール・ダコスタ選手と対戦。試合は予想に反して延長2回までもつれ込む激戦となりました。アデミール選手はフットワークで回り込みながら左後ろ回し蹴りや後ろ蹴りで反撃し、変則回し蹴りで顔面に蹴りを入れるなど、アデミール選手ペースで試合は進み、判定3対0で敗北しました。これを機に一度は引退します。これには実は裏話があるのですが、
アデミール選手はトーナメント表を見たとき、それまで中村総帥がたったの一発で相手を倒すのを何度も見ているし、中村総帥は130キロ、当時のアデミール選手は68キロ、はっきり言って逃げるしかない、それしか方法がないじゃないかと考えていたそうです。そしたら試合前、稽古場に中村総帥がやってきて、ニヤッと笑って肩を叩き、グッドラックと言ってきたそうです。そのことで何か見下している感じがして、それで目が覚め、簡単には倒されないと奮い立ったそうです。やはりどんな相手でも舐めていたらやられるのを実感させられます。そして再び第3回世界大会の準決勝で戦いました。滑らかなフットワークと多彩な蹴り技で、ここまで全く危なげなく勝ち進んできたアデミール選手に対して、一度敗れている中村総帥が苦戦をするという予想が大半を占めましたが、結果は全く逆となり、中村総帥が一気に詰め寄り、突き蹴りと攻撃し、アデミール選手はただ交代を繰り返し場外へ逃げる展開であったため、大差の判定で中村総帥はアデミール選手に勝利し、雪辱を果たしました。第1位、三平刑事戦。三平刑事師範は中村誠総帥のライバルのような方です。第11回全日本選手権から4回連続三平師範と決勝で対戦していることから、この世代は三成時代と呼ばれていました。実はこの2人、世界大会の決勝戦も第2回第3回と2回とも決勝戦で戦っています。あれだけの強者揃いの中、2回とも決勝戦まで勝ち抜くこの2人は本当に化け物のような強さだと思います。そして第3回世界大会決勝戦では、宿敵である三平刑事師範を延長1回5対0の判定で下し、前人未到の全世界選手権連覇を成し遂げ、再び世界チャンピオンとなりました。それでは最後に中村誠総帥の逸話を紹介したいと思います。プロレス。第2回オープントーナメント全世界空手道選手権大会後に、新日本プロレスから契約金5000万円で勧誘されましたが、プロレスへの転向を断ったそうです。かっこよすぎます。結婚式での出来事。第14回オープントーナメント全日本空手道選手権大会後に引退を宣言し、大山増達総裁の仲人で結婚式を挙げました。当初第3回世界大会の出場は考えていませんでしたが、その考えを翻す出来事が結婚式で起きました。それは大山総裁が祝辞で結婚する両人へお祝いの言葉を述べるのではなく、世界大会の前に結婚して引退するとは何事だ、世界大会に出なさい、それまでは盆も正月もない、と復帰をしろという命令をその場でしたというのです。中村総帥の親族はあまりの大山総裁の迫力に唖然としてしまったそうです。暴力事件。ある時、中村誠総帥が居酒屋でお酒を飲んでいた時に、その店にいた 5,6 人が絡んできたらしく、そんな太っちょの体で本当に世界チャンピオンなのか、とか散々侮辱され、一度は帰宅するも腹の虫が収まらず、戻って全員をボコボコにしたというお話があります。あんなクマみたいな見るからに強そうな化け物のような人に絡む人たちがいるというのが、ある意味すごいなと僕は思います。その際に大山総裁が実際に話していた映像がありますので、こちらをご覧ください。中村が酒を飲んでおったんだ、行ったらね、中村は侮辱したんだもの。そしてその侮辱した連中はこれの連中だ、帰って牛に帰ってきたんだがね、どうも腹の虫が収まらない、あんなに大きくなると思わなかったよ。だから中村がまた行ってね、片っ端から全部飛ばしてしまった。それはもういいとは言わない、だから親族の命令を出した、極真からでは背中を見せるよ、君たち喧嘩を打ってきたら帰え、それぐらいの覇気がなければね、空手やめちゃえ、そんな空手やってもしょうがない、喧嘩を打ってきたら売る必要はないよ、しかし売ってくる喧嘩を買えよ、私は今までそうだったんだ、私は仲間の立場だったらね、あの騒ぎじゃないよ、もっと大きい騒ぎを起こしたかもわからないよ。
喧嘩するところに、ね、男は価値があるよ。喧嘩できないやつはダメだ。これはね、君たちに喧嘩をしろとは言わない。だからその喧嘩の場はね、大会でやればいいよ。自分の体がね、もうボロボロになるまで戦ってみたらいい。そうだったら伊田さんも分かる、殴り方も分かる、さばき方も分かる、避け方も分かる、蹴り方も分かる、突き方も分かる。この喧嘩の極意がね、あの殴り合いで分かるんだから。そうすると喧嘩しないよ。そうすると喧嘩、道端の喧嘩はしない。道端であったら靴を踏んだ、あるいは肩を触れた、君たちが頭を下げればいいよ。頭下げて喧嘩を打ってくる人はないよ。喧嘩を打ってきたらその時には伸ばしてしまえ。何のために体やるんだ。その時には伸ばしてしまえ。中村はね、歩いところ一つもない。いやー、めちゃくちゃスッキリしますね。普段は粗暴な振る舞いを慎むように言ってるじゃないかと思う方はいると思うんですが、こういう人間味あふれるところも大山総裁の魅力だと僕は思います。いかがでしたか。中村誠、キングオブ極真の名にふさわしい伝説の空手家です。僕は小学生の頃からビデオなどで中村誠総帥の映像はたくさん見てきて、子供ながらに本当に強すぎる人だなと思っていたのが思い出されます。それではこの動画を面白いと思ってくれた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こんなグラップラーを紹介してほしいなど、リクエストコメント等もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts.